の味を出したいわけじゃないので、もう味付けはこれで。皆様はじめまして、代々木上原にある、初代割烹高橋の、店主高橋豊和と申します。よろしくお願いします。本日は、ご家庭で簡単にできる、タイの煮付けをご紹介させていただこうと思います。よろしくお願いします。まずタイですが、もう鱗取って処理をしてもらった状態で、スーパーなどで購入した状態だと思ってください。ご家庭でやる場合は結構鱗とかが散ってしまうので、魚屋さんでちょっとあの煮付け用にしてくださいと言ってもらえれば、こう内臓がない状態で鱗がない状態で、やってくれると思います。で、煮付けにする場合に、皮が弾けないようにと、最後の、仕上がりがいいようにちょっと飾り包丁を入れていきます。こちらです。内臓に入れてしまうと全体が弾けやすくなるので、この身の一番厚い背中の部分ですね、ここに入れてあげると中に火も入りやすいですし、綺麗に仕上がります。で、まだ鱗とか、内臓の血合いが残っている状態なので、湯通し、いわゆる霜降りをして綺麗にしていきます。こちらですね、ボウルなどをまず用意していただいて熱湯をかけます。お水当てないと火が入りすぎちゃいますので、こういう感じですね。少し熱が取れるぐらいまで水でしっかり洗ってあげて、でちょっと水を流しながらでいいので、こういうところは取れやすいので、鱗とかが基本的にはないと思うんですけど、こういう際のところですね、根元とかこういう、骨抜きっていうんですけど、ピンセットとかあればこういう付け根のところに小さい鱗がいっぱい残っている場合が多いので、こういう付け根のところ、これをちょっと引っ張ってあげるような感じで取ってあげると、食べた時に口に、鱗が残らないのできれいに仕上がります。でちょっと水で洗ってあげながら、やっぱりこう取るだけでもこれだけ鱗とかが取れますので、まだちょろっとしかやってないですけど、できれいな水に変えながら、こういう際のところをきれいにしてあげます。で、全体に胴体の方がきれいになってくると、顔の方ですね、次はこういう頬のところの鱗、このこういう付け根のところとかもきれいに取ってあげます。あとこの釜の下のところら辺ですね、ここ結構残りやすいです。こういうところですね、この頬のところ、あとこの顎というか釜のところ下で、だいたい鱗が取れて、その後に水をきれいにしまったら、ここが内臓が引っかかって、この下に血合いと呼ばれる血が入っているところなので、ちょっと指とかで怪我をしないように中をきれいにちょちょっと洗ってあげると、少しやっぱ水が濁ってきますので、これがやっぱり臭みの原因になりますので、こういう風にきれいにしてあげます。そうすると結構これだけ、汚れが残ってるってことだったので、
で、これをタイを今きれいにした状態で一度これを拭いてあげます。そうしますよ。で、しっかり拭いてあげて、で、今から合わせだしを合わせていくんですけど、このまんま鯛をここに入れるとこういう状態でヒレが鍋肌にひっついたまま火が入ってしまうので、盛り付けの時にヒレがペロンと剥がれちゃいますので、そうならないようにしておくために、こういうアルミホイルをここに巻いておいてあげてください。もう小さく切ってこういう風にしといてあげると、こう入れた時にこの鍋の肌にヒレがくっつかなくなるので、盛り付けした時に尾っぽがきれいに残りますので、これポイントです。鍋に、合わせだしを合わせていきます。で、和食はこのレードルっていうのをよく使うんですけど、三石レードルっていう、18cc×3 で、今回やっていきますが、割合的には、これがだしが8杯8で、日本酒これが2濃口醤油これが1濃口の方が、塩分が少ないので薄口よりも煮付けには向いてると思います。薄口でやっておかしくはないんですけど、この割合で薄口を入れてしまうと多分味がちょっとしょっからくなると思います。で、これは、測れないんですけど、お玉で1杯分がこの砂糖です。1で、火をつけて、こうなるべく沸いてから入れた方が、周りの表面が沸いて入れるとすぐコーティングされるので煮崩れしにくくなりますので、ここでちょっと一回しっかり沸かします。もうこのぐらいで入れてあげてもいいです。本当はもっと沸かしてあげてもいいんですが、こういう感じですね。で、ここがポイントですね。ヒレがもう鍋肌はあったかくなっている状態なので、この状態でもしホイールをしてなかったらもうベタッとひっついて、盛り付けの時にヒレがない状態になってしまいますので、で、一緒にお野菜入れていきます。白ネギです。これは臭み消しの生姜ですね。で、これニンニクは全体的にまろやかになるので1個だけ入れてます。で、木の蓋とかがあったらそちらでもいいんですけど、なかなか家で木の蓋があるっていう方は少ないと思うので、もうこういう紙蓋とかアルミホイルで代用でいいと思いますので、これをこんな感じで落としていきます。で、全体が強火でしっかりアルミホイルが浮いてくるまでまず強火でいきます。で、ちょっとコト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 なってきたら、だいたい基本的に15分、15分ぐらい目安でいけば、このぐらいの魚は火が入ってないってことはまずありえないので、この状態で、強火で炊いていきます。生姜はスライスにしました。ニンニクはそのままいくじゃないですか。はい、ニンニクは別に切ったりとかしなくても。ニンニクの味を出したいわけではないので、どちらかというとこうまろやかにしたいと思って入れてるので、このまま塊で入れた方が美味しく仕上がります、ね、
今どういう状態かというと、まあこういう状態なんですけど、ここに包丁目を入れてるので、この一番分厚いところの火が入りやすいのと、お腹側とも均等に加熱ができます。こんな感じです。で、これを蓋してあげると全体に出汁がこう対流するような形になります。火加減によってちょっと詰まりすぎてるかなっていう時があったら、お水とかを途中で足していただいてもいいので。目安はこの身が開いてるじゃないですか。この何ですかね、この筋肉っぽいところがこうちゃんとしっかり開いてきてるじゃないですか。これちゃんと火が入ってるからこういう状態なので、仕上がってきましたので、最終的な仕上げを行っていきます。これさ最後ですね、コク出し、照り出しでみりんですね。こういう感じ でこれでちょっと少し炊いてあげてください。1分でも2分でも。でみりんが入ったのでさっきよりちょっとツヤがしっかり出てきてると思うんですけど、もう味付けはこれで仕上がってるので、でここで最後ですね、ここで火切ります。で こういう生姜、冷凍でもいいと思うんですけど、こういうリードペーパーみたいなので少しこう包んであげて、今度はこれ香り付けなので絞り生姜一番最後に入れてあげてください。でこれで次も盛り付けていきますので、頭が落ちやすいので気をつけて、ここですね。これ白髪ネギです。あとチーズスライサーみたいなのがあったら、こういう柚子を最後に。いただくと香りがいいと思います。こちらで以上です。こちらで完成でございます。
ご自宅にインゲンなどありましたら添えていただいてもいいと思います。ありがとうございます。